皆さんこんにちは。私たちは2023鹿児島総文生徒準備委員会です。2023年夏、国内最大の高校生の文化の祭典、全国高等学校総合文化祭がここ鹿児島にやってまいります。本日は大会1000日前を記念して、鹿児島の高校生のさまざまな文化活動をご紹介いたします。オープニングを飾ってくれたのは鹿児島実業高校書道部の皆さんによる書道パフォーマンスでした。演奏は鹿児島玉流中高等学校吹奏楽部合唱部の皆さんでした。書道、吹奏楽、合唱の素晴らしいコラボレーションでしたね。それではここで鹿児島実業高校部長の宮本さんにインタビューをしてみたいと思います。宮本さん、こんにちは。こんにちは。まずは普段の活動について教えてください。はい、3名の先生方のご指導のもと、大会出場や展覧会への接品、校内外でのパフォーマンスを行っています。書道パフォーマンスの魅力は何ですか？はい、みんなで一つの作品を作り上げることや、見てくださる皆さんに感動を与えられることです。今回は鹿児島総文のテーマを書いていただきました。47の結晶、桜島の息吹に乗せ紡げ文化の1ページ。この言葉を初めてご覧になったときはどう思いましたか？はい、鹿児島らしい迫力あるスローガンだと思いました。ありがとうございます。最後に宮本さんは高知総文の書道部門代表だったそうですね。ウェブ総文になり、思い描いていた総文祭とは違う形になりましたが、この時の思いを聞かせてください。はい、実際に現地に行くことができず残念でしたが、ウェブで開催していただき、高知の皆さんの思いの詰まった総文祭になりました。またウェブ上で公開された他の作品を見ることができ、とても勉強になりました。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大会テーマがバックパネルに掲げられ、いよいよイベントがスタートします。まずこの大会テーマについて説明します。令和5年に開催されるこの大会は、都道府県開催1巡目最後となる記念大会です。47の結晶という部分では、全国高等学校総合文化祭の47年の歴史がここ鹿児島で輝く様子を結晶に見立てています。また桜島の息吹に乗せ紡げ文化の1ページの部分は、桜島の生命力あふれる様子と、ここ鹿児島において高校生が躍動する様子を重ねるとともに、新たなる文化の1ページが創造される大会にしようという思いを表現したものとなっています。なるほど。このテーマをもとにして鹿児島大会を私たちで作り上げていくのですね。ところでアミュビジョンや今私たちが着ている T シャツの背中の部分にプリントされているデザインは、生徒準備委員会の移住院高校1年池田敦也君のオリジナルデザインに私たちのアイデアも加えて出来上がったものです。それではここで池田君に一言いただきたいと思います。池田君、よろしくお願いします。はい、このロゴデザインは3年後の総合文化祭が鹿児島で開催されるということを強調するために、鹿児島の名所や特産品を散りばめました。中央の桜島からは鹿児島総文で行われる実施部門を載せた噴煙が上がっています。ありがとうございました。さて、書道、吹奏楽、合唱ときて、次は放送部の発表です。今年の全国総文祭は高知県で開催予定だったのですが、新型コロナウイルス感染拡大によりウェブ総文となり、各学校が動画や写真を特設ページ上にアップロードするという形の大会になりました。ウェブ総文は10月いっぱいで終了したのですが、これからご覧いただく作品は鹿児島県代表で出品し見事優秀賞に輝いた作品です。全国で5団体にしか与えられない最高レベルの賞ですよね。すごいです。
今日は国分中央高校放送部の皆さんからメッセージをお預かりしているので代読いたします。皆さんこんにちは。国分中央高校放送部です。私たちは主にテレビやラジオ番組の制作に取り組み、九州大会、全国大会を出場を目指して頑張っています。今日は今年の高知総文で最高賞を受賞した作品を視聴していただけるということで大変嬉しく思っています。鹿児島での総文祭、本当に楽しみです。鹿児島アクセントをぜひ全国に広めましょう。それでは早速見ていただきましょう。前方のアミュービジョンをご覧ください。こんにちは。鹿児島アクセント講座の時間がやってまいりました。私たち若い鹿児島人も引き継いでいるこの癖の強い鹿児島アクセント、外国語に間違われることも多々ありますが、メディア等による標準語化の影響を受けて将来薄い鹿児島弁になるという危機を迎えています。この講座はその危機を回避すべく、いやむしろ全国に鹿児島アクセントを広めようという趣旨のもと開設されました。そして今日この会場にいる皆さんはめでたく鹿児島アクセント全国普及プロジェクトのメンバーに選ばれた方々です。今日は短い時間ですが、鹿児島アクセントのルールを理解し、鹿児島アクセントでの発音を完全にマスターしていただきます。それでは講師の先生を紹介します。霧島市立国分中央高等学校教頭、吉光義文先生です。おやっとさ、みんなさ、今日は気張りもんぞ。先生の鹿児島弁、ほんとすごいですよね。先生の言葉がわからない生徒は、実は結構多いです。ちいったそげんじゃろ、先度が一思い方やった。じゃどん今日は、鹿児島弁の言葉じゃなかせ、アクセントの方、しんみが。それでは早速、講座を始めましょう。まず、鹿児島アクセントのルールについて学びましょう。鹿児島アクセントには、かえれ、というように、後ろから2番目が高くなる A 型と、もみじというように一番後ろが高くなる B 型の2つの音調タイプしかありません。そして助詞がついてもそれぞれ高くなる箇所が1つずつずれるだけで、結局音調としては後ろから2番目が高くなる A 型と一番後ろが高くなる B 型の2つパターンに収まります。先生、鹿児島アクセントのルールってとてもシンプルで分かりやすいですよね。ほんのこ、じゃどんこんルールはどっとすぎせ、日本語を語っちょったどん、保管県の方々には保管区人言葉にしか聞こえんごじゃど。それでは早速、鹿児島アクセントで発音してみましょう。先生の後に続けて発音してください。ほんならまず、はいめちゃ A 型からいっと。鹿児島、鹿児島。声が米な、もうちっと太が声で。はい、もう一度、鹿児島、鹿児島。桜島、桜島。そいじゃが、な次は B 型、種ヶ島、種ヶ島。屋久島、屋久島。先生、今まで無意識に発音していましたが、同じ島がつく言葉でも後ろから2番目が高くなる言葉と一番後ろが高くなる言葉がありますよね。じゃっと、おいたっか鹿児島人なアクセントを無意識んうちん習得し、つこちょっとが見ごてもんじゃ。先生、それではいよいよ会場にいる皆さんに広めていただく言葉を紹介していただけますか。一つは携帯電話、そしてもう一つはタピオカじゃと。いいですね。それでは先生の後に続けて発音してみましょう。携帯電話、携帯電話。タピオカ、タピオカ。二つとも一番の人がタコな B 型じゃ。もう一度練習してみやい。携帯電話、携帯電話。タピオカ、
タピオカ。そろそろお別れの時間となりました。鹿児島アクセント全国普及プロジェクトメンバーの皆さん、今日学んだ携帯電話タピオカという鹿児島アクセントでの発音が標準アクセントとして広まるよう、そして話題のキーワードに鹿児島アクセントがランクインするよう、現役高校生の力を発揮していただけますか。それでは来年の和歌山総文で鹿児島アクセントを広めたのは私たち放送部員だと喜びを分かち合える日を願ってよろしくお願いしますね。さようなら。いやー面白かったですね、はい、どこのシーンが一番印象に残ってます？私たちが普段使っている鹿児島弁にちゃんとした文法があることに驚きました。私もそこがすごい気になったかな。さて話していきましょう、はい、いろいろな部門の各県代表が2023年には鹿児島に全部集まってくるって思うとすっごいワクワクしますね。ところで全国総文祭は47年に一度しか鹿児島県にやってこないけど、県の高校総合文化祭交流フェスタは毎年いろんな地区で持ち回りで開催されているんですよね。そうなんです、大島地区で開催予定です今年はこれについては生徒準備委員で大島支部代表として来てくれている関山さんに直接聞いてみましょう。関山さん、大島地区での交流フェスタはどんな感じですか？はい、今年は新型コロナウイルスで体育会系、文化系に関わらず部活動の大会がほとんど中止になってしまって本当に辛い思いをしています。そんな中、大島地区での交流フェスタはたくさん話し合いを重ね、今年はウェブ開催ということになりました。皆さん、今配られているチラシをご覧ください。こちら側にあるホームページの URL または QR コードにスマホやパソコンから1月8日以降にアクセスしてください。今は何も見れませんので1月8日以降にアクセスしてください。大島地区の高校生の書道や美術、写真といった作品や吹奏楽や郷土芸能などの動画を見ることができます。開催方法は変わるけれど、芸術文化活動の場がなくなったわけじゃないので、みんなで盛り上げて充実した大会になればと思っています。ありがとうございました。私たちもウェブ上で応援しながら見せてもらいますね。それでは次は大島地区を代表して沖永良部高校郷土芸能部の演技をアミュビジョンにてご覧いただきます。高知総文に郷土芸能部門で県代表として出場した作品です。どうぞご覧ください。こんにちは、沖永良部高校エーサー部です。沖永良部島は鹿児島県本土から南へ552キロの場所に位置し、鹿児島県内で南から2番目にある島です。鹿児島県本土と沖縄本島の間に位置しており、琉球からも薩摩からも影響を受け、沖永良部独自の文化が育まれてきました。本校は昨年創立70周年を迎えた沖永良部島ただ一つの高校で、現在普通科と商業科約250名の生徒が学んでいます。私たちエーサー部はこの沖永良部島に伝わる伝統芸能やエーサーを通して、各集落の行事など地域のさまざまなイベントでエーサーを披露し、島の人々と交流しています。本日は全国大会の舞台で私たちのエーサーを披露する機会をいただきありがとうございます。今回はグムチ踊りを披露します。アゼフ地区に伝わる獅子舞から始まり、アサトヤユンタ、マサナ地区のマサナヤッコ、最後に迫力ある伝統エーサーのメドレーです。琉球でも薩摩でもないエラブンチが紡ぎ出した独特の演舞をぜひご覧ください。
時は19世紀初頭、沖永良部島の人々には薩摩藩の役人をもてなす余興としてグムチ踊りが課せられていた。各集落を代表する芸能が集められ、当時の権力者である薩摩の役人の前で演じるという性格上、その芸は質を備えたものでなくてはならなかった。練習に励む者、子守をする者、無邪気に遊ぶ子どもたち、役人の来訪は巣に控えた島の風景がそこにはあった。
沖縄選ぶ高校郷土芸能部の皆さんありがとうございました。いやー、迫力のある映像でしたね。はい、踊ってる方たちの笑顔がとても魅力的でした。すごい良かったと思います。さすが南北600キロの鹿児島県って感じですね。鹿児島県の多様な文化を国内外から来る高校生に感じてほしいし、私たちもおもてなしをする上で鹿児島県の魅力をもっともっと調べていきたいですね。さて、時間が過ぎるのは早いもので、次で最後の演目になりました。これまで書道、吹奏楽、合唱、放送、郷土芸能と全国総文祭の部門からいくつかご紹介してきましたが、全部門の発表をするには時間がありませんでした。
今後またこのようなイベントを県内各地で開催しますので、その時には他の専門部の紹介などもさせていただきます。今回はこれから生徒準備委員によるミニドラマを上映いたします。ご覧いただき、少しでも全国総文祭が皆さんにとって身近で親しみのあるものになっていただけたら幸いです。それでは準備が整ったようです。ぜひお楽しみください。でもさ、大学生めっちゃ楽しみじゃない？わかる。あれ先輩だね。先輩、こっちです。マイコトネ、久しぶり。お久しぶりです。元気してた？もちろんです。相変わらずだね。てか、先輩、何ですかその格好。似合う。似合ってます。そして、浮いてます。え、もう釣り出てるのに？出てるけど、ちょっと早いですよ。二人が相談って言ったから落ち込んでるのかなって思ってさ、演劇部 OB としては励ますとなったらこれくらいやった方がいいかな。やりすぎですよ。逆に二人は日曜なのに制服？今日は模試だったんですよ。ああ、そっか、受験だもんな。もう3年か。先輩なんだね。1年生って可愛いですね。私たちも可愛かったですか？俺が3年の時の1年生だもんな。そりゃ可愛かったよ。出れる？まさかこんなにやっちゃうなんてね。おい！まあまあ。で、今日は急に呼び出してどうしたの？相談です。相談？公演の相談です。お、劇するの？いつ？全国総文祭の千日前イベントです。え？ほら、公文連の。公文連？何それ、全然話が見えない。アッキー先輩、知らないんですか？いやいや、わかるわかる。ほら、あの、去年インターハイがあった。それは校体連、高校体育連盟。じゃあ、ほら、あの、甲子園。いやいやいや、それは高野連、高校野球連盟。じゃあ、何なんだよ、その高文連って。高校文化連盟。つまり高体連の文化版です。分かったような、分からないような。演劇だって高文連の一つの専門部なんですよ。へえ、他にはどんなのかな。一言で言うのはちょっと難しいですね。もったいぶるなよ。ちゃちゃっとさ、ちゃちゃっと。ちゃちゃっとじゃ済みませんよ。総文祭は21の専門部が大会を開くんですよ。21？ そんなに多いの？まずは光と影でメッセージを伝える美術、工芸、写真。うん。そして思いを言葉に乗せて伝える弁論、文芸、新聞。一言で言葉で伝えるって言ってもいろんな方法があるんだな。演劇だって一つの専門部なんですよ。あとは待って、合ってるから。音楽、まだ音楽出てないよね。ですです。てか、音楽いくつあると思います？音楽は音楽でしょ。あと、ガチ、はい、時間切れ。正解は6つです。6つ。いろんな楽器や表現方法があるので、今は吹奏楽、マーチングバトントワリング、合唱、器楽管弦楽、日本音楽、軽音楽の6つに分かれてるんです。すげえ、奥深い。あとは日本の伝統的な文化を守ったり楽しんだりする専門部があります。演劇とか。そうです。違うよ、書道じゃない？書道か。ああ、そうか。書道です。あとは郷土芸能に茶道、百人一首、囲碁、将棋。高校で学んでるものを生かしてさらに一歩前進するための専門部もあるんです。え、勉強の延長？そう、百人一首とか自然科学とか。俺今大学で勉強しててさ、ただ机に座って授業を受けるだけじゃなくて、それを生かして何かをやろうみたいな
授業が多いんだよね。フィールドワークとかそういうのって絶対活動楽しいし、授業まで楽しくなるんだよね。大学の勉強楽しそうですね。そうなんだって。でね、ストップストップ、話それる。あー、ごめんごめん。で、はい、以上です。え、何が？だから21個の専門部。待って待って、ほら全身で伝える専門部もあるじゃん。演劇とか、あと何だっけ、あ、放送とか銀営研修部も。これで全部21個。あー、21個の。それで相談なんですけど。あー、相談。公演の相談。あ、公演の相談なんですけど、私たち3年後の全国総文祭のことを千日前イベントで PR するんです。え、全国？はい、演劇も全国大会あるじゃないですか、夏に。あー、あるね。あれ、3年後鹿児島であるんですよ。え、すごいじゃん。そうなんですよ、すごいんです。だからそのPR をどんな風にしたらいいかを先輩にアドバイスいただきたくて。待って待って、あのさ、3年後なんだよね。もう2人とも高校生じゃないじゃん。はい、そうなんですよ、残念。あと3年後に生まれたかったよね。すごいな、お前たち。え？その時自分たちは高校生じゃないのに、よくそんなに楽しそうに PR とか言えるね。やだな、先輩。先輩が教えてくれたんじゃないですか。修学旅行は準備からが修学旅行。全国大会も準備からが全国大会です。だからこれから3年間鹿児島の高校生はみんな全国大会に参加できるんです。イエーイイエーイ。あの子たち何してるの？ゲ先生。ゲって言わない。こんにちは。こんにちは先生、お久しぶりです。はい、吉井君、元気してた？はい。相変わらず演劇部は仲いいね。はい、今日は先輩に公演の相談です。3年後の全国大会の PR するらしくて。そうなんだ、頑張ってね。はい、ありがとうございます。先生、なんかこの子たちすごくしっかりしててびっくりです。そう？僕が3年の時に何も教えてあげられなかったのにな。そんなことないのね。あのね、吉井君、私が高校生だった時から書道部は毎年夏期講習会をしているのね。どうしたんですか、いきなり。まあ聞いてよ。私が初めてその講習会に参加した時に教えてくれたのは、大学で書道を勉強している先輩だったの。その先輩も高校時代は書道部だったんだ。その先輩が書道の楽しさを一生懸命伝えてくれる姿に憧れて、私も大学で書道を勉強して、今度はその講習会で教える側に回ったの。そしたら、高校生が一生懸命昇格姿を応援したくなったんだ。だから、大学を卒業して書道の先生になった。つながってますね。地域の年上の人間が若者に勉強やスポーツや生き方を伝える文化も鹿児島の交通教育と同じだよ、吉井君。はい。あなたが一生懸命育ててきた後輩たちが3年生になってこんなに前向きに頑張ってる。吉井君が教えてきたことがつながった証じゃない？いい先輩だったのね。いやー、そんな。あ、でも先生、大事なことを一つ言い忘れてますよ。何？その先輩が今の旦那さんだってこと。お姉ちゃん、絆。あれ、皆さんこんばんは。舞の妹の絆です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。姉がいつもお世話になっております。しっかりした妹さんだね。中学生？はい、中2です。本当にしっかりしてる。恐れ入ります。いいからそういうの。どうせお姉ちゃん模試の結果がヤバくて道草食ってるだろうからって、お母さんと迎えに来てあげたんじゃん。それはそれはありがとうございます。あ、そういえばね、お姉ちゃん、私さっきお母さんと一緒にこの近くの神社でお参りしてきたんだ。何お願いしたの？お姉ちゃんたちの高校に合格しますようにって。早くない？まだだいぶ先でしょ。まあ、それもそうなんだけど、
何事も早めが大事かと思いまして。なんでうちの高校なの？私、お姉ちゃんみたいに高校行ったら演劇やってみたいんです。中学は演劇なくて、そもそも演劇なんてよく分かんなかったんだけど、お姉ちゃんの劇の大会を見に行ってすごく面白そうだと思って。いいね、私頑張ります。3年後はお姉ちゃんみたいに演劇部部長やってみせます。3年後？なんと3年後高校2年生か。ダメ？いや、ダメとかじゃなくて、むしろちょっと嬉しくて。そっか、3年後はあなたが高校生なのね。楽しみ。うん、3年後がまた楽しみになってきた。あ、そうだ、ねえお姉ちゃん、次の発表どんなのするの？え、ちょっとやってみせてよ。やだよ、恥ずかしいよ。あ、俺も見たい。本番の日授業抜けれなくてさ。まあいい、じゃあちょっとだけミュージック。自分と向き合い、試行錯誤しながら作品を作ることが後に続く未来の高校生のためになると信じています。3年後のために、そして自分のために、今私たちは精一杯頑張っています。高校生の文化活動をこれからも応援してください。よろしくお願いします。2023鹿児島総文千日前イベントを終わります。お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。